どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、オーダーグスのご紹介でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日お届けするオーダーグスはこちらでございます。こちらの靴でございます。今回こちらの靴をですねオーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと K 様でございます。 K 様、オーダーいただきありがとうございます。では早速仕様をご説明いたします。まずデザインが ES-14となっております。 U チップでございます。 ES14 はモカのデザインですね。合わせモカとなっております。まあ別名拝みモカなんでね言い方もしますけれども、この下からの革とこの上のモカの部分の革がですねここで合わさってるんですね。こういう感じで合わさってるんでこれ拝みモカみたいなね別名もあったりします。革なんですけども、こちらはですね、KIW13 となっておりまして、ロビキキップの、ダークブラウンでございます。光の感じですね、ちょっと非常にこうテカって見えてしまうかもしれませんけども、実際にはですね見え方としてはこれぐらいですかね。ローがですねうっすらうっすら染み出してくるので、そうするとですね表面がくすんだ感じになります。その時はですねブラッシングしていただいたりとか、あとはまあクリームを全体に入れていただくことでまた輝きがビシッと戻りますので、ローがですねたくさん出てきてしらっちゃけてきた時がメンテのタイミングだと思っていただければと思います。非常に人気のある革です。ただですね、このダークブラウンも、いつもね、お客様にお伝えしているんですけども、結構色のブレがですね、結構大きいです。色のブレをですね、許容いただける方はですね、おすすめの革でございます。なんといってもね、スタンダードの革なので、お手頃な価格帯ですので、おすすめの革でございます。今度は裏側に行きましょうかね。腰裏、ライニングとかね、いろんな言い方がありますけども、レッドを用いております。やっぱりこのレッドというのは非常に人気で、ワン&オンリーというね感じがやっぱりしますよね。中敷きのですね刻印に関してはこちら分かりますかね、金星あつらい靴、和装良花というですね、宮井工芸さんのこのカスタメイドシューズの、ブランド名が刻印されております。ソールいきましょうかね。こちらでございます。もう人気のですねタフスタッツでございます。対摩耗性をですね兼ね備えているものでございます。こちらのタフスタッツをですねお選びになると、必然的にですね同様のですね素材を用いた化粧ヒールがつきます。まあ、非常にこうグリップ力も優れているので、都市部でですね、勤務されている方には非常におすすめのソールでございます。今度は、小刃周りですね。リブはシングル巻きとなっております。かかとにですね出し入りの糸がございません。まあ、後ろから見るとですね非常にこうスッキリとしているタイプでございます。ウェルトですね。ウェルトはこちら分かりますかね。はい、ひらめつけと呼ばれるタイプで、こちらですね、はい、こちらのものがぐるっと巻きついているという感じでございます。ウェルテッド式のですね靴ではですね必ずこれがついております。で、出し縫いの糸の色はですね、ウェルトに合わせましてですね茶色をお選びいただいております。ウェルト小刃のお色ですね、赤茶となっております。非常にこうエレガントな雰囲気が出ているかと思います。ここにですね銀積み上げをご採用いただいております。銀積み上げをご採用いただくとですねレイヤー感が出てきます。宮井工具さんの場合はボード材ともパルプではなくて、革をですね細かくしてそれを圧縮しているものなんで、性能的には実はそんな変わんないんですよね。見た目の部分で、銀積みかボード材かっていうのをね好みの方をお選びいただければなと思います。個人的には銀積みがおすすめかなっていうところですね。ソールがですねラバー素材になりますので、小刃の形状に関しては平一択となります。
まあ、ただ平にするとですね、サイドから見るときにボリュームが出ますので、こういったですねモカデザインにとってはこの平は非常に相性のいい小刃形状だと思います。まあ、人によってはですねこのモカであってもこの小刃形状をですね薄く見せたいという方いらっしゃいます。そういう方はですね革底を選びいただいて小刃の形状ですね、矢筈だったりとか全丸といったものにしていただければですね非常に薄く見えたりします。ご来店の際には、細かくご説明させていただきます。はい、で最後がですね靴紐ですね、茶色の平紐をご採用いただいております。本日は K 様にオーダーいただきました素敵なオーダー靴のご紹介でございました。ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。今回ですねお届けしました K 様のオーダー靴という使われている革がですねロビキの切符でございます。で今現在ロビキの切符はですね色としては3種類ございます。色がねちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけども、まずこちらロビキ切符のブラックでございます。でそれから、こちらがロビキ切符のブラウンになります。で、そしてこちらがロビキ切符のダークブラウンになります。どれもですね非常にこういい革ではあるんですけども比較的、欠品しがちです。まあいろんなね理由があるとは思うんですけども、僕が知る限りですと色の振れ幅がですね大きかったりするとできた靴の印象が変わってしまいますから、そこはですねタンナーさんの革を舐めしている業者の方に一旦戻してまた革が届くのを待つという形になりますので、どうしてもですねその間は革が不足ないしは足りなくなってしまうということになります。受付が停止になるということになります。まあそういったものはですねこのロビキップの革に関しては何回かありました。今ほとんどの革がきちんと在庫としては確保されていますいますが、一部の革は取り扱いがありません。特に今なくて宮井工具さんも困っているということだったんですけども、こちらフレンチカーフ、アノネイ社のフレンチカーフもですねこちらダークブラウンになります。この革がですね今現在は受付が停止中となっております。僕が聞いているのは今年の秋以降に手配できるんじゃないかと言われております。今このダークブラウンがですね本当にもうないらしくてですね手に入らなくて、かなり宮井工具さんでも難儀しておられました。で、他の色は在庫はあるそうです。こちら、フレンチカーフアノネーションの、ブラックでございます。こちらが、ワインカラーになりますね。はい、そしてこちらがブラウンになります。はい、ちょっとね明るめの色になるかと思います。で同じくアノネーでいうとこちらがですね、ダークブラウンなんですけども、こちらわかりますかね、石目調になっております。はい、まあちょっとリザードっぽいね肩押しがされておりますけども、これもカーフです。はい、なのでかなりこうキメが細かい肩押しなので、かなりおすすめです。はい、で同じくこの石目調の肩押しがされております、こちらがダークブラウンになりますね。これもアノネーションのカーフです。はい、これハイランドカーフというもので、非常にいい革です。これを取り扱っている宮井工具さんの代理店というのも実は多くないらしいんですね。はい、まあ、うちの方で扱っておりますし、多分他の店舗でも、扱っているところと扱ってないところがあるようです。まあ、ただ今ある革もいつなくなるかというのは正直わからないです。嬉しい悲鳴としてはたくさんその革に集中してしまってその革がなくなってしまってっていうのは、まあこれはもう仕方ないんですけども、でもサプライチェーンの既存っていう観点から言うと、もう本当に何らかの事情があって日本に届かないということもやっぱり今現在起きているようで、今回のダークブラウンに関しては分かりませんけども、まあ、そういったことが今後も起きてくるだろうなと思います。まあ皆さんもねニュース見てると分かると思いますけど、原材料高っていうのが止まらないっていうことと、あとはまあ輸送コストの増大ですよね。まあそれに伴って結局販売価格が上がっているので、もうなかなか今サプライチェーンが以前と同じようにというのはやっぱりいかないようなんですよね。難しいですよね。いつまでどういうふうになるかっていうのは分かりませんけども、まあ間違いないのは靴の部材も今値上がりが半端ないのと、輸送費のですね価格がどうでしょう、ここ1年ぐらいでなんかイメージ的には倍に跳ね上がってるっていう感じです。今まで輸送費が1000ドルだったものが今2000ドルになってるっていうね感じなので、まあそれはねちょっと価格的にはやっぱ厳しいよなっていう感じがします。はい、うちの方でもすでにこう宮工具さんのコンフォートシューズに関してはもう値上げを7月にさせていただいておりますけども、相当遠くない将来他の靴もそういったことがあるんじゃないかなっていう気がしております。
分かり次第ねお伝えいたしますけども、これは多分うちの店舗だけでなくてほぼ全ての店舗に影響があるだろうと思っております。締めがねなかなかこう明るい話じゃなくて大変申し訳ないんですけども、一応ねそういったことも共有させていただければなと思います。はい、ということですね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。